あなたはやはり簡単に消えるような人じゃなかった。余計なお世話だ。俺の体を見たのか。ええ、もうすぐ崩れる。どうしてあんな風になったの？おかしな相手だ。俺が楽園を壊そうとした時に奴がやってきた。戦ったらこんな風になった。それって正面から戦ったの？そいつの分際でそんなことができるとでも？自分で見ればいい。お前はずっとそうしてきただろ。いいでしょう。では失礼するよ。どうして戦後、それは思考でも私たちのような記憶でもなく、なんだ、今となってやっと分かったのか。今まで私を避けてきた存在はそれだったの。そしてそれが彼らがこの世に残した最後の声をこんなにも見下したの。お前は相手に恐怖を感じさせるのが得意だろう。今回は奴にゆっくり味わわせるといい。あんな人間じゃない奴に対して遠慮はいらない。戦後、おお、これが俺の結末なのか。笑える。気が済んだらさっさと失せろ。俺を見とる相手がお前だったらさすがに気色悪い。いいえ、少なくともあなたの最後の思考を保持させて、すべてが終わったら私はあなたを。全てが終わったらなんて、今の私にはそういう約束をする資格はない。あったとしてもそうさせるつもりはない。死は大したことじゃない。俺は一度死んでいるからな。だが、俺を侮辱できると思うな。わかった。とにかく、ありがとう、戦後。少なくとも、あなたは私に向き合っている敵がどんな存在なのかを知らせてくれた。あなたがこれから行く場所に、私もすぐに行くから。その通りだ。お前も俺も地獄行きだからな。
その時にまだお前がくださいと言えるかどうかを見てやろう。だがすぐには来るな。お前と一緒に行くのは嫌だ。ええ、いいでしょう。私も楽しみにしているよ。ではまた戦後。待て、もう一つ約束しろ。え、今回俺はさくらの無実を証明した。そうだろう、俺の体が証拠だ。彼女は裏切り者なんかじゃない。あいつらに全員に教えろ。彼女の無実は俺がこの手と引き換えに入手したんだ。あいつらの施しなんかじゃない。そうだね、戦後。さくらは裏切り者なんかじゃない。あの時も、今も。次は、私が罪を償う番だ。かつての借りは、一つずつ返すから。それが分かったならいい。もう失せろ。少し。静かにしてくれ。